おい、高卒くん。申し訳ないがこれを訳しておいてくれ。15分でな。そう言って、上司はニヤニヤしながら、俺に英語の長文が印刷された資料を投げ渡してきた。しかも、専門用語もふんだんに盛り込まれた、高難易度の英文資料だ。それに加えて、15分以内と、ご親切に制限時間まで設けられている。普通の部下ならこんなことができるわけがない。というか、そもそもこの会社にこれをこなせる人がいるのかも怪しい。もちろん、俺を除いてだが、上司は俺が困り顔で無理ですというのを待っているのだろう。どうした？できんのか？ん？と、俺の顔を覗き込んでくる。俺は満面の笑みで言ってやった。15分必要ありませんよ。そして俺は、今までこの上司にされた鬱憤を、今この瞬間からお返しすることに決めたのだった。俺の名前は、烏間浩二。証券会社に勤める30歳の一般男性だ。5年前にある事情で会社を辞めていたのだが、最近になって復職を果たすことができた。この5年間は確かに職場から離れてはいたものの、決して怠けていたわけではないので、復職してからの仕事にもすぐに慣れることができ、周囲の人に迷惑をかけることはなかったと思う。相変わらずだな、君は。俺の目の前にいる女性がランチのペペロンチーノを口に運びながら言う。彼女は吉塚恵子さん。5年前俺が会社を辞める時の直属の上司だった方だ。英語が好きだからって証券会社に入ったかと思ったら辞めて、そんでもってまた戻ってくるなんてね。変わってるな、烏間くん。そう言ってソフトクリームにかぶりつく。変わっているのはあなたですよ。先輩こそおかわりないですね。ランチでペペロンチーノって。しかもソフトクリーム合いますか？今は仕事の昼休憩だ。俺は恵子さんに誘われて、彼女が行きつけの最寄りのイタリアンの店にランチをしに来ていた。合うとか合わないとかじゃなくて、食べたいものを食べたい時に食べる。これが一番いいに決まってる。うん、俺にはよくわからない理屈だった。せめて同時に食べるのやめてくださいよ。肉とご飯じゃないんだから。と思うが口には出さない。言ったところで恵子さんがやめてくれるとは思えない。言うだけ無駄だ。そんな変人の恵子さんだが、実は彼女は京大出身の超エリート会社員なのだ。彼女だけではない。証券会社というのは基本的に高学歴の人が多い傾向がある。その中でも外国証券を取り扱う俺たちの部署は、俗に言うエリートが多く在籍している。彼女はその一人なのだ。烏間くんは口の中での相性なんかをいちいち考えてるわけかい？やっぱり変わってるな。咀嚼してしまえば全部同じだろうに。結局は歯で砕かれて、消化酵素で分子レベルにまで分解されて終わりだ。普通知ってるぞ、このくらい。いや、だから普通の人は、そこまで考えながらランチを取らないんですよ。エリートが多いうちの部署だが、同時に変人も多い。俺の目の前にいる人がいい例だった。合理的というか、なんというか。高卒である俺からすると、意味不明な世界が目の前には広がっていた。最終学歴が高卒であるというのは、なかなかくせ者揃いの部署の中でも異色な存在だった。けれども、俺は自分が高卒であることを一瞬たりとも気にしたことはなかった。学歴なんて必要ないと常日頃から思っていたし、周囲もそんな学歴など全く気にしていなかった。必然的に学歴がどうのこうのと話す機会はなくなっていった。さらに変わり者が多い部署の中では学歴よりも大切なことが多いのだ。例えば意志の強さとかだ。ほら、君も食べてみたまえよ。ペペロンチーノとソフトクリーム、略してペペームだ。だからなんでそんなことでドヤ顔ができるんですか。こんな先輩やら同期に囲まれていると、なんとなく流れに乗ってしまいそうになるが、そうしてしまうと結末は地獄だ。味覚がおかしくなったり、変なテンションで仕事に励むことになる。悪い意味で見習って、目の前にいる上司みたいにならないようにしないといけない。烏間くん、
その目は何だ？ああ、なるほど。その目からは私を見習って、食生活を見直そうと心に誓った決意を感じるな。いいことだ。励めよ。よかった。この上司の目は節穴のようで。こんな変わった人たちに囲まれた仕事は居心地がよく、こんな楽しいメンバーで仕事ができることに喜びを感じてしまっているあたり、俺はもしかするともう変人の仲間入りを果たしてしまっているのかもしれない。そんな変わり者が多く在籍している外国証券の部署だが、その中でも特段に変わっている人がいた。ただの変人であるなら相手にしないで終わるのだが、この部署での一番の変わり者は部長である北王子だった。細身の長身男性で不健康そうな見た目をしている割にずけずけとした物言いで、初対面の人にも失礼な発言は止まらない。しかもこいつの口癖は、低学歴のやつとは話が合わんだ。もうこの時点で俺の考え方とは合わない。ちなみに北王子は恵子さんと同じ兄弟出身者である。さらに若い社員を捕まえては、いいか、若い時は昼飯なんて食ってる時間は作っちゃいかんのだ。昼飯を食う時間があるならば少しでも会社に貢献しなくてはいけないんだ。身を削って自己犠牲の上で社会は成り立っているということを知るべきなんだよ、若者は。と、少なくとも一日に一回はいらない説法を給湯室や会議室といった場所を考えずにしている。俺は心の中で今の時代に合ってないなぁと思いながら、知らん顔をして仕事をこなす日々だった。なあなあ、烏丸君、あの新参者の部長が言っている自己犠牲の上での社会とはどういう意味なのかな。令和の時代からかなり逆行しているのでは。は、まさか彼は過去からタイムスリップして。後ろから恵子さんが何か言っていたが、こちらも北王子の説法同様にシャットアウトして耳に入らないようにした。北王子の説法は知らん顔ができたが、部長である以上必要最低限の会話や関わりは持たなくてはいけなかった。つい先日も、あ、烏丸君、悪いけどコーヒーを入れてくれないかい。こうも低学歴な部下と話をしていると脳みそが疲弊してしまってね、とわざわざ低学歴の俺に雑用をしつけてきた。基本的にこういう仕事は俺などの低学歴の人間を選んで押し付けてくる。しかも北王子のコーヒーはシロップ5杯にミルクをたっぷりだ。ここまで来ると子供もびっくりするほどに甘いコーヒーだ。いや、コーヒーというのですら恐ろしく感じる。北王子はその激甘汁を一気に飲み干すと一言だけつぶやくのがお決まりだ。5点だな。もちろん100点満点中だがね。低学歴の人間が入れるコーヒーはこんなものか。俺はどうもと言って自分の席に着く。そして北王子が大きな声で愚痴を言い出す。前回は6点で、前々回は2点、その前は3点だったぞ。烏丸君、進歩しているのか退化しているのかどっちなんだね。よく覚えているな、そんなこと。言われた俺ですら忘れていた点数だったし、なんならいつコーヒーを入れたかも覚えていない。変なところだけはしっかり覚えている北王子だった。北王子はかつて飲み会の場で誰も聞いてもいないのに勝手にペラペラと自分の将来の夢とやらを部下たちに聞かせていた。俺にはな、やりたいことがあるんだ。いわゆる夢ってやつだな。大した夢じゃないが、きっと会社に役立つことだ。大した夢じゃないなら公衆の面前で言うのはご遠慮願いたいものだ。俺の夢は自分の部署を俺と話の合う高学歴なものばかりにしたいんだ。何をドヤ顔で言ってるのだろうか。こんな低レベルの話を聞くくらいなら、恵子さんのアリと茹でたチキンを戦わせたらどうなると思う？という話を詳しく聞いた方がまだ有意義な時間を過ごせそうだった。北王子はきっと自分の部署を兄弟出身者で固めたいのだろうと思う。自分の話が合う人間は高学歴で、彼の中では高学歴イコール兄弟という数式が成立してしまっているからだ。部下たちはさすが部長とおだててはいるものの、実際北王子と話が合っていると思っている部下は
どれほどいるのだろうか。上司である以上おだてないわけにはいかないが、そうでないなら多くの社員は北王子に愛想をつかせているだろう。北王子はそんな野望を持っている人間なので、今部署にいる低学歴の人間を邪魔者扱いしているわけだ。俺への仕打ちもそれが理由だ。俺の他にも低学歴の社員はいたが、北王子のせいで他の部署への異動願いを出して他部署に移っていた。俺は英語に触れていたいという願望のもとでこの外国証券部に所属しているので、北王子が邪魔だからという理由で他部署に移動するつもりなど毛頭なかった。なので日頃の北王子からの嫌がらせも反抗期をこじらせたおじさんの行動ぐらいにしか思っていなかった。だがそれでもストレスはたまるもので、たまに発散するために一人でカラオケに行ったり居酒屋に行ったりしていた。もっとも一人で行ったつもりだが、気がつけば恵子さんがマイクを持って歌っていたり、居酒屋で同じ席で飲んでいたりした。恵子さんは俺がストレスがたまって許容量を超えそうになったら、いつでもどこからか湧いて出てきて共に笑って過ごしてくれている。本当にいい上司を持ったと思う。それに対して北王子はいつも俺の邪魔や足を引っ張ることしか考えない上司だった。コーヒーの件もそうだが、俺への仕事の振り方が雑なのだ。これを今日までにとか、ミーティングの資料作りをしろとか、具体的に今日のいつまでにどこに提出なのか、どんな内容のミーティングかも知らない人間に資料を作らせようとするあたり、性格がひねくれていることは容易にわかる。きっと俺が出来の悪い資料や書類を作成すると、これだから低学歴は1から10まで全て説明しないと何も理解できないんだからな、と嫌味を言ってくるのは目に見えていた。だからこそ俺は北王子の要望に全て完璧に応えてきた。隅から隅まで何のミスもない完璧な資料や書類を作成してやった。自分が参加しない会議でも参加者のリストを確認して、誰にどのプレゼンが響くかまで調べ上げて資料を作った。おかげで会議では北王子は素晴らしいプレゼンができて鼻がさぞ高かっただろう。しかしそれと同時に、この資料を作った俺への怒りも湧いていたのだろう。低学歴の俺がこんな資料を作れるわけがないとでも思っているのかもしれない。そんなある日、ついに北王子が強硬手段に出た。資料作りや書類作成を頼むのをやめ、俺に持ってきた仕事はアメリカの証券会社との契約書の和訳であった。しかも15分以内だ。おい高卒くん、これを悪いけど訳してもらえるかな。15分でだ。低学歴だったら絶対にこなすことができないだろうと踏んだ仕事を割り当ててきた。おそらく15分という制限時間は俺を困らせるためだけの口実だろう。本当に15分以内で訳して仕事を進めなくてはいけないという状況ではないはずだ。もし急ぎなら兄弟出身の北王子本人が和訳をするだろう。だが俺に振ってきた。契約書に目を通すと驚いた。確かに英語の長文ではあるが、それだけではない。専門用語も多く、証券だけではなく法律の用語もバンバン出ている。しかも言葉回しも悪意を感じるほどの難解な言い回しだった。普通の社員だったら15分どころか1日あっても完璧な和訳はこなせないだろう。北王子はそれを分かっているはずだ。これが読めないようで我が部署にはふさわしくはない、と言いたいがために俺に振ったのだろう。日頃から気に食わない俺にだ。確かに北王子の予想通り、この社内で15分以内にこの契約書の内容をすべて和訳できる人間はいない。そう、俺以外には、だ。俺は北王子に、15分いりませんよそんな時間、と言って契約書の書面に書かれている英語をその場で和訳を始めてスラスラと読んだ。え、は、ん、と北王子は俺が翻訳した文を次々と喋っている間もすっとんきょうな顔で何も言えずに聞いていた。ちょうどいいと俺は思った。この際だから今までの鬱憤を晴らしてやろうと思ったのだ。一通り翻訳が終わり、北王子が、あ、うん、ご苦労、
なんて言った直後に俺は自分の机から英文決算書を北王子に渡した。これ訳してくれますか？自分も訳したんですけど自信がなくて、北王子さんにもぜひお願いしたいです。北王子は俺から受け取った決算書を見て目が点になった。その決算書は先ほど北王子が俺に渡してきた契約書以上に専門用語が詰まった英文だった。北王子はこの部署に来た以上英語は得意なのであろうが、ここまで専門用語が多いと俺が読み上げたようにスムーズに決算書を読むことはできなかった。そんなこの俺が、俺としたことが、英語など第二の母国語だというのに、なんということだ、ありえんと大声で騒ぎ出した。さすがの北王子も低学歴の俺から渡された決算書を訳すことができず、ショックを受けているようだった。そこに恵子さんが歩いてくる。北王子部長も今日も機嫌がいいようで何よりですね。烏丸君、部長殿がご機嫌な理由は何かな？と聞いてきたので、一部始終を説明し、決算書を恵子さんに渡した。吉塚君、無理だそれは。この俺でも訳せなかったんだ。兄弟出身の俺がだ。これ以上の屈辱があるか？兄弟が、兄弟なのに。と叫びながら恵子さんの手から決算書を奪い取った。なるほど、確かに難解な用語が多いな。烏丸君、君はあの英文をどう訳した？恵子さんは空になった手のひらをひらひらさせて聞いてきた。と俺は自分が訳した和訳を恵子さんに話した。その間もそれの和訳を聞きながら、北王子は、そんな訳し方があるのか？いや、カラスマの言うことだぞ。信じるに値するか、などとぼやいていた。俺の訳を聞いた恵子さんはふむふむとうなずきながら、ああ、確かにそれも間違いではないが、こう訳した方がニュアンスとしては正しいだろうね、と言って北王子から決算書を奪い取って書き込み始めた。北王子は再び目が丸くなった。吉塚君、もしかして君も訳せるのか？震えながら聞いた北王子に、恵子さんはきょとんとした様子で答えた。当たり前じゃないですか。なんなら烏丸君もほぼ正解でした。ギャーと叫びながら倒れる北王子。恵子さんの当たり前という言葉が北王子にとどめを刺したようだった。意識を取り戻した北王子は俺に謝罪をしてきた。すまなかった。今回は完全に俺の負けだ。あの決算書を君や吉塚君のようにスラスラと訳すことができなかった。低学歴は話が合わないと思い込んでいた。すまなかった。そう言って深々と頭を下げる北王子。あれほどのストレス源だった彼が頭を下げている光景は最高に気持ちのいいものだったが、一応上司なのでこれ以上怒る必要はないと思った。いえいえ、大丈夫です、と逆に俺も頭を下げた。あ、もしかして俺は気がついてしまったかもしれん。学歴に関係なく、この世には賢い人材や有能な人材というのがいるのかもしれない。今さら何を言ってんだと思ったが、さすがに口に出すと余計な火種を巻き起こしてしまうので黙っていた。隣にいた恵子さんが、今さら何を言ってんか、何かを言いかけていたが、俺がすぐに口を塞いだ。あの一件以来少しは静かになっていた北王子だが、最近になって再びかつての勢いが戻ってきた。だがその勢いは前までの学歴主義を掲げたものではなく、優秀な人材を求めるといったスタンスに変わっていた。学歴に関係なく有能な人材は部署が違えど自分の部署に引き抜きたいという価値観に北王子は方向転換をしていた。スタンスが変わったとはいえ、性格が全く変わるというわけではなかった。引き抜き作業に取り掛かると集中しすぎて仕事がままならないこともあった。部下がどれほど話しかけても全く返事をしない。小さい声で、この部署からはすでに二人抜いているから、いや、ダメか、とブツブツ言っている。また
変な意味で部下思いになってしまった。俺がコンビニのサラダを食べていると、おい、カラスマ君、感心しないぞ。そのメーカーのサラダは4日前に食べていただろう。サラダを食べるなら別のコンビニの方がいいぞ。栄養価の合計値が 13% 高いんだよ。ちゃんと裏面の栄養表示もしっかり見るんだぞ、と健康のことまで口出しをしてくる。いい上司を履き違えているような気もするが、前の北王子よりは何百倍もいいと感じた。それにしてもよくあの決算書和訳できたな、カラスマ君。そう言いながらカルボナーラを口に頬張る恵子さん。まあ俺英語好きなんでギリギリいけたって感じですよ。それに恵子さんに指導も受けましたし、今日も京都で恵子さんとランチタイムだった。もちろん場所は彼女の行きつけのイタリアンだ。指導といってもニュアンスの違いを言っただけで、君の和訳も決して間違いというわけではないだろう、と言って今度はごま団子を口の中に放り込む。なんでごま団子があるんだ、ここイタリアンのはずなのに。私も長年この仕事をしているから、あの決算書を訳せれたのであって、君と同じ年だったら絶対に無理だな。会社を辞めて5年、一体何をしてたんだ。恵子さんが人の過去に興味を持つのは珍しかった。そんな恵子さんからの質問だからこそ、俺はしっかり答えようと思った。俺はご存知の通り高卒だ。ただそれは家にお金がなかったとか家庭の事情でといった理由で大学に進学しなかったわけではない。ある日テレビを見ていた。確か高2の夏休みとかだったと思う。その番組で取り扱っていたテーマは現代の日本の大学生についてだった。日本の大学は海外と違って入るのは大変だが出るのは簡単と言われるほど入試が大変な割に、学生生活は人生の夏休みと言われるほどに自由すぎる日々が多いそうだった。もちろん例外の学部学科もあるだろうが、ほとんどの大学生が部活やバイトなどにかまけて学業がおろそかになってしまっているという内容であった。そういったテレビ番組をたびたび目撃した。俺は次第に大学への興味が薄れていき、大学進学の必要性を感じなくなっていった。そんな俺だが英語は大好きだった。小学生の頃に授業で来た ALT の外国人の先生の授業が楽しくてたまらなかった。それまでの授業は当たり前のことに何時間も時間をかけてだらだらと話しているとても退屈なものだった。だが ALT の先生の授業は今までに経験したことがない面白さがあった。先生の話している言語が日本語でないため、そもそも何を言っているのか全くわからない。わからないがゆえに意味を知りたくて調べた。一つの単語にも複数の意味があり、時と場合に応じて使い分ける。しかも発信者の気持ちに応じても意味合いが変わってくる英語。なんと素晴らしく面白い言語なのだろうと感じた。もちろん日本語も突き詰めれば美しい言語なのだろうと今では思うのだが、当時の英語にぞっこんだった幼少の自分には日本語の良さはまだわからなかった。ALT の授業をきっかけに好きになった英語を授業だけではなく自分で調べて独学をするようになった。その一環として英語の本を自力で和訳して読むことをしていた。その後もどんどんと自分の英語力は上達していき、中学校の時には英検準1級を獲得するレベルにまでなっていた。高校卒業後は大学には進学せず、英語に触れ合うことのできる会社に勤めることになった。それが今の証券会社であった。入社後も仕事以外の趣味でも英語に触れ合っていたいと思うようになった。会社で触れ合う英語はやはり専門用語が多いため、会社にいるからこそ触れ合える英語もあるが、逆にこの業界に居続けることで凝り固まった考え方になることを俺は恐れた。そのため趣味でいろんな英語に触れ合えるようにしたかった。そこで俺が趣味として選んだのは高 IQ 集団メンサの活動であった。実は高校の時からジャパンメンサに所属しており、海外から日本に旅行に来たメンサ会員に日本を案内する活動をしていたのだ。観光に来る人たちは俺が日本人だからとあえて簡単な言い回し方をしてくる場合が多い。だが
俺が年齢上に英語のスキルが高いと分かると流暢に英語を話してくる。生の英語に触れ合いながら日本の観光名所を回るのは至福の時だった。さらには今まで当たり前のように触れていた日本の文化が英語に置き換えられた瞬間、見えている世界が全く異なるものに変化した。満開の桜を見せた外国人はチェリーブロッサムスと興奮気味に口走っていた。もちろん桜をチェリーブロッサムというのは知っていたが、生の外国人の口から発せられる英語は美しく、桜に引けを取らないほどだと俺は感じた。京都観光をした時は各地の寺院を見た観光客が It's beautiful と小さな声で、だが力強く言った。日本人としてこれほど喜ばしい瞬間はなかった。そうして多くの外国人と会話をしたり、心の機微に触れていくうちに、次第に日常の英会話や外国人のリアルな会話を習得していき、日本にいてはあまり聞くことのできない英語の言い回し方などを身につけることができた。なるほどな。カラスマ君は高校時代、いや幼少時代から変わり者だったんだな。失礼なことを言う上司だ。確かに普通の授業を受けて周囲の友人のようにわからないと思ったことはなかった。だが恵子さんがそう言うということは、やはり俺も周りからは変わり者と思われていたのかもしれない。じゃあもう一つ、5年前どうしてうちの会社を辞めた？北王子みたいに君に嫌がらせをするやつはいなかったはずだが。恵子さんがここまで根掘り葉掘り聞いてくるのは本当に珍しかった。お酒が入っているわけでもないのに、かなり機嫌がいいのか。5年前俺が勤めていた証券会社を辞めた理由は、メンサの仲間たちとギフテッドの子供たちを支援するスクールを立ち上げることにしたからだった。ちなみにギフテッドとは、人より突出して勉強や芸術、運動、リーダーシップなどで才能を持つ人たちのことを言う。俺が小学生の時に感じていた孤独感を同様に感じていたメンサの会員は実は意外と多かったのだ。周囲の子供よりも何かしらに突出した才能を持っている子供たちは、当時の俺のように孤独感や閉塞感を感じている。そういった負の感情のせいで学校に行けなくなったり、学ぶ意欲が著しく低下してしまったりと弊害が出てしまう場合もある。そうなるのを防ぐためにも大人のサポートが大事になってくるのだ。そのためのスクールを同胞と共に建てようと決めたのだ。俺が同胞と活動していた5年間の間に、俺たちの活動は放課後スクールとして一定の安定を得ることができた。一定の成果を得ることができたので、現場の監督は他のメンサ会員に任せて、俺はあくまでも副業として運営をすることになったので、また証券会社に戻ってきたのだ。ここまで長々と自分の過去を話してきたが、改めて思い返してみると、今までの人生は自分が思うように描けているように思う。もちろん子供時代はいろいろと悩んだこともあったが、それが今ではバネとなって多くのことにチャレンジをすることができている。自分がメンサの会員であることや、5年間ギフテッドの子供たちのために活動していたことなどは誰にも話してこなかった。正直あまり他人に話したくはなかったからだった。メンサの人間自体が少数派であるし、周囲の一般人からすると天才集団という認識があるからだ。実際メンサに入ってみて分かったことだが、確かに IQ が高いとはいえ、一人の人間であることには変わりない。やはり傷つくこともあるし、悲しむことだってある。子供ならなおさらだろう。天才集団の一員だという色眼鏡で見られることは、まるで人ではないものを見るような目をする人もいる。そういった視線が怖くて、自分の思っていること、考えていることを言うことができない人も多く存在する。俺もその一人だった。だが今初めてメンサ以外の人間に自分の過去やこの5年間での話をした。ほーん、まあ大層なことをしてたってわけか。ご苦労様でした。で、次の仕事の話だけど、ほらこの通りだ。色眼鏡をかけるどころか、自分から聞いてきたくせに話を全部聞くと一瞬で興味が失せてしまっている。
なんて失礼な人なんだろう。でも俺はこんな恵子さんだからこそ全部を話すことができたのかもしれない。話してもふーんで終わる人、こういったいい意味で適当な人がいてくれることが俺にとっては幸せなことかもしれない。どうした？カラスマくん、今までに見たことがないような気持ちの悪い表情をしているが、どこか悪いのかい？やっぱり失礼な人だな、こいつ。なんでもないですよ。ただ、上司が恵子さんでよかったなって思っただけですよ。今日くらいは少しは素直にお礼を言おうと思った。ここまで自分のことを話した人は初めてなのだから。悪いが私は人妻だ。そんな顔をされても君の要望に応えることはできん。悪く思わないでくれ。いや、別にそんなつもりでお礼を言ったわけではない。しかも結婚してたのか。俺の過去よりも断然興味が湧くようなことをさらっと言ってくれやがる。今まで話した俺の話が一気にインパクトが下がってしまう。でもやはりこういった空気の方が俺に合うようだった。北王子は最初こそは学歴主義で俺とは全く価値観の異なる男だったが、あの一件以来は人が変わったようにおとなしくなった。未だに当たり前のように思ったことをすぐに口に出すし、相変わらずコーヒーは激甘ではあるが、かつてのような他人を見下す態度は一切取ることはなくなった。また思ったことを素直に言ってくれるため、いい意味でも裏表もなく社内でも接しやすいタイプの人間に昇格していた。北王子の方も俺が学歴に関係なく優秀な人材が世の中にはいることを気づかせてくれた恩人だと言って俺を頼ってくれるようになっていた。特に英語が関わる仕事ではまず最初に俺に話を持ってくるようにまでなった。俺も今では北王子の癖の強さも含めて面白い部長と認識できるようになっていた。外国証券部は北王子に俺、さらに変人の恵子さんらの活躍もあって、社内でもますますエリート部署として会社を牽引するようになっていた。ちなみに北王子と恵子さんは未だに微妙な空気感ではある。あの一件で北王子にとどめを刺した恵子さんを北王子は一方的に怖がっているようにも見えるが、恵子さんは全く気にしてはいないようだ。これぞ不動の恵子といった感じだ。後日聞いた話ではあるが、かなり癖の強い北王子ではあるが、大学では浮いてはいなかったというのだ。彼はどちらかというと地味めな男子だったな。まあ私ほどの輝かしいレディー。恵子さんはまだ何か言っていたが、一旦無視する。北王子ほどの癖者が浮かない兄弟とは、一体どんな魔界なのだろうか。大学なんて無駄と思っていた高校時代だが、これももしかすると俺の嫌いな思い込みだったのかもしれない。今度、有給休暇を利用し、兄弟の夏休みに行われる受講可能な講座に申し込んでみようかなと思うのであった。もちろん、その時は、恵子さんに北王子も誘って兄弟を練り歩くのも面白いかもしれないと思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。新年を祝う祝賀パーティー、きらびやかな高級レストランで僕たちを見た取引先社長は大声を出しながら、招待したからって本当に来たのか？社交辞令に決まってるだろ？薄汚い下請けは帰れ。と言った。明らかな侮辱。あたりに響き渡る声に困惑した表情を見せる参加者たち。しかし、彼の暴言は一向に止まらなかった。その数日後、彼はとある会議室の一室で、契約解除だ！と言い放った。下請けのお前たちはもう終わりだと言いたげな表情で勝ち気に笑う社長。それらの言葉の最後には、田舎の弱小企業のくせにというセリフが添えられていた。果たして本当にそうだろうか。田舎だからという理由で見下されているけれど、実際はどこにも負けない結束力が僕らにはあるはず。実際彼は大きな誤算をしていた。
自らの手腕を過信しすぎた社長は、ここから絶望の日々を目にすることに。彼がこちらに泣きつくのも時間の問題だった。僕の名前は井上健太。とある企業で働くごく普通のサラリーマン。大学を卒業してからずっと勤めているこの会社は今で6年目になる。仕事内容は商社の営業で、毎日せわしなく客先に足を運んでいる今日この頃である。正直言ってかなり忙しい仕事であるが、それでも契約が成立するとやはり嬉しいものだ。また自分の働きによって何かのプロジェクトが大きく動いたりすることにやりがいを感じていた。僕は自分で選んだこの会社をとても気に入っていた。そんな会社は僕の地元である地方都市のど真ん中に位置している。僕は大学自体は東京の大学に進学したのだが、卒業を機にこちらに戻ってきたのだ。一度は都会に憧れたものの、やはり地元に愛着があったのだろう。生まれ育った故郷で地域を盛り上げるために少しでも尽力したいという思いから、俗に言う U ターン就職を選んだのだった。とはいえ、この商社、地元では割と大きな企業である。地元密着型ということで全国展開していないから、ジャンルとしては小企業に分類されるのだが、この辺りの地域では優良企業として知られているのだ。社員からの評価も高く、また顧客満足度も高い。有給取得率もなかなかのもので、福利厚生もかなり手厚かった。そんなクリーンで透明化を意識した職場の中で、社員皆がのびのびと楽しく仕事に勤しんでいるのが印象的な会社だった。それは僕が所属する営業部でも同じことが言える。まず第一に職場の空気感がいいから、皆とても仲良しなのだ。休日であってもお互いを誘い合って飲みに出かけることもしばしば。気になることは何でも口にできる環境だった。またお互いを高め合える関係性も築いているのも良いところである。僕自身も上司の方々には憧れの眼差しを持っているし、同僚には負けない気持ちも強い。切磋琢磨し合いながら頑張る同僚の姿を見て自分自身も鼓舞することができるのだった。中でも特に僕は直属の上司である林課長のことを心から尊敬していた。彼は30代ながらかなりやり手で頭が切れる人なのだ。ある意味カリスマ的な人で、彼が手掛けるプロジェクトは軒並み成功を収めていた。周りからも常に有能と評価されているのに、本にはあまりその意識がないようで、実に謙虚なところも尊敬に値する。評価におごらないところを含めて、僕はこの人に憧れてならなかった。彼のもとで仕事ができることがものすごく嬉しい。僕は林課長に仕事を教えてもらいながら精力的に働いているのだった。そんな中、最近もっぱら忙しさを加速させている事案がある。それはこの地域に初の大型ショッピングモールが建設されるという計画である。地元ではハイカラな商業施設の設立に少し不安もあったそうだが、いろんな話し合いがなされた上で、最終的には住民の全員が賛成してくれたそうである。だからなおさらこの計画には地域全体が大いに盛り上がっていた。僕らの会社も仕事を取るために忙しく営業活動をすることになった。何でもショッピングモールを運営する会社は東京に本社のある大手企業なのだ。動く人員もお金もスケールも段違い。そんな会社と提携を結ぶことができたら、我が社としてもかなり利益をもたらすことができるのは一目瞭然だった。それに加えて僕としては、自分の地元を活性化するために自分たち自身が一役を担いたい気持ちがものすごく強かった。これに関しては同僚も皆同じ気持ちだったらしく、僕らは営業部一丸となって仕事を取るための行動を始めたのだった。
とはいえ、元より僕たちは地元密着型なので、地元の流通はかなり把握している方である。地元と商業施設、そして利用者のそれぞれにメリットがあるような案をいくつも考えて営業に回った。一から作り上げるのではなく、今あるものを使いながらより良いものを作り上げていく。それをモットーに、地元住民たちを味方につけながらの仕事だ。正直言って、地元住民の期待をいっぱいに背負っていると言っても過言ではなかった。もちろん営業には外部からの競合他社もたくさんいたが、そこはやはり地元に強い僕たちの会社の方が有利だったようだ。僕たちは何とか仕事を得ることに成功し、幸先の良いスタートを切ったのだった。こうして始まった新事業への参加。僕たちは下請けとして運営会社の求める条件で最良の仕事をしようと尽力していた。厳しいと思われる要件にも応えられるようにあの手この手の策を講じながら頑張る日々。僕もその一人として街を駆け回っていたのだった。しかし、現実は想像以上に大変なものだった。何でも元請けの運営会社の社長、斉藤隆さんがとんでもなく厳しい人なのだ。僕らの会社に対して見積もりの金額に注文をつけてくるのは当然のこと。それどころか一般的に考えても明らかに無茶な条件を随時つけてくるのだった。僕らの会社としても誠心誠意努力して期待に応えるよう努力しているが、それでも減額請求が止まることはない。地元の取引先と斉藤社長との間で、僕たちは板挟みになるしかないのだった。しかもさらに嫌なことに、どうやら斉藤社長は地方自体を見下しているらしい。減額請求の二言目には、そんなこともできないのか？これだから地方企業は使えない奴らだな、と僕たちの会社を馬鹿にしてくるのだった。しかし、いくら腹が立っても、言い返したり否定したりはできないのが現実。相手は元請けであり、僕たちは下請けなのだ。圧倒的立場が上の斉藤社長に、辞めてもいいんだぞ、代わりの企業はいくらでもいるんだから、といった雰囲気をちらつかせられたら、こちらとしては何もできないのだった。結局僕たちは、地元の取引先に頭を下げ続けた。向こうにも迷惑がかかっているのだから当然のことだ。取引先の人たちは仕方ないよ、君たちのせいではないよ、と優しい言葉をかけてくれながらも厳しそうな表情をあらわにしていた。それでもこうすることでなんとか斉藤社長の要求に応えることができたのだった。そしてついにショッピングモールの計画が始動。僕たちの仕事はますます忙しくなっていった。相変わらず斉藤社長からの要求は厳しいが、ここで負けるわけにはいかない。僕たちの会社は地元の強みを生かして、皆で協力しながら、なんとか乗り越えていくことができていた。そんな成功の裏にはやはり、林課長の力が大きかったというのは言うまでもないだろう。彼の手腕は今回もやはり素晴らしかったのだ。斬新な視点から解決策を導き、ピンチを乗り越える。その頭の回転の速さには改めて脱帽するしかなかった。その上今回は彼が周りの人々からの信頼が厚いのを改めて実感した。地元の業者も、林課長の頼みならと無理を聞いてくれるところも多かったのだ。僕たちだけでは成し得なかっただろう数々の事案。それを思い返すたびに僕は改めて林課長への尊敬を厚くしてしまうのだった。こうして大変ながらもなんとか計画が前に進んでいたある時のこと。かなり急な流れで斉藤社長から新たな仕事の依頼が来た。至急ショッピングモールのための倉庫を探せと命じられたのだ。しかし、これは妙な話だった。というのも、もともと倉庫は斉藤社長側が話をつけるから、こちらはノータッチで大丈夫だと聞いていたのだ。
それがいきなりこちらで準備するよう命じられたわけである。しかも彼の口調からはかなり早急な手配が必要な様子が見て取れた。不思議に思った僕は関係者に事の次第を聞いてみた。すると、聞くところによると、倉庫会社との契約が破棄されたらしいよ。との返答が返ってきた。どうやらもともと斉藤社長は別口で、ある会社を通じて倉庫を確保していたらしい。しかし、金額に折り合いがつかず、結局契約できなかったということだった。今回は、そのツケがこちらに回ってきたということである。倉庫の契約に関しては予定していた時期よりすでに大きく遅れているため、倉庫会社の方には早急に手配してもらわないといけないのが現状。その上おそらく破格での契約を求められていることが明らかで、またもや無茶ぶりな依頼だった。とはいえ、命じられたからには僕たちは受け入れるしかない。無理難題だとは思いながらも、僕たちは要求に応えるべく必死に受け入れてくれる倉庫会社を探して回った。しかし、斉藤社長の要求する規模の倉庫はなかなか見つからない。契約金額を上げれば見つかるだろうが、それは斉藤社長が許さなかった。どうにかならないだろうか。そう思った僕は、すべてのつてを頼りに足を運び続けた。仕事で知り合った関係者から、その関係者の知り合いまで、もはや知らない人という人にまで話を聞きに行った。それでも対応してくれる人は見つからなかった。もう無理だ。この条件では不可能なことを斉藤社長に伝えるしかない。そう思いながらも、一縷の望みをかけて最後に連絡を取ったのは、仕事の関係は一切ない僕の個人的な知り合いだった。その人は親の代からこの地元で名前が知れた人。今も地域密着で活動しており、使っていない土地がたくさんあるような人だった。僕は藁にもすがるような思いで、どうにかその土地を破格で貸してもらえないだろうか。そこにショッピングモールのための倉庫を建てたいんだ。申し訳ないが、それも早急になんだが。という話を彼にしてみた。頼んでいる身とはいえ、失礼な話なのは百も承知。何でも早急にと破格で借りたいと勝手に建設もしたいのトリプルコンボなのだ。正直、断られるのが当然だろうなと思いながらのお願いだった。しかし、彼の返事は僕の想像とは全く違っていた。話を聞いた彼は、地元のためなら一肌脱ぐよ。それに、僕らの仲じゃないか。困った時はお互い様さ。いつでも頼ってくれよ。と言ってくれたのだ。正しく僕が地元出身ということがプラスに働いた瞬間である。絶望でいっぱいだった僕は心の底から彼に感謝して、胸に湧き上がる熱いものに目頭がぐっとなったのだった。しかも彼は将来的に商用で使えるだろうからとの判断で倉庫の建設まで携わってくれるようである。これにより予算を大幅にカットすることに成功した。建設費が浮いたことでしっかり予算内に収めることができた僕たちは、なんとか倉庫を用意することができたのだった。そんなこんなでショッピングモールの計画は予定通りに進んでいた。厳しい契約金ながらも僕たちは必死で働いていたのだ。年末も返上かと思われるくらいの忙しさの中、仕事納めを行い、そして新しく新年を迎えたのだった。新年に入ってすぐのこと、我が社に一通の招待状が届いた。その差出人はというと、元請けの運営会社、つまり斉藤社長の会社だった。どうやら彼の会社では新年を祝ってパーティーを開催するらしい。仕事仲間として僕たちの会社も招待されたのだった。場所は都内の高級レストラン。大都会の真ん中でいかにもきらびやかで、そして豪華なパーティーになることが予想された。僕らの会社からはショッピングモールの事業の担当者である林課長と
僕が参加することが決まった。なぜ自分がと驚いていたが、社長は今回の倉庫探しの立役者だったから君がふさわしいと言ってくれた。ああ、頑張った分だけ努力は認めてもらえるんだ。僕はきちんと社員の仕事ぶりを評価してくれるこの会社が改めて好きだと思った。また、このパーティーによって僕は数年ぶりに上京ができることとなった。大学生ぶりの東京、その上高級レストランである。いろんな意味で浮かれていた僕は久しぶりにワクワクでいっぱいだった。そして迎えたパーティー当日。僕の持つスーツの中で一番上等なものに身を包み、パーティー会場である高級レストランに向かった。会場に着いてすぐ、人の多さと華やかさに圧倒されながら、僕たちも招待状を見せて中に入った。すでに多くの人が集まって談笑していたが、斉藤社長はまだ来ていないようだった。斉藤社長、来ていませんね。と林課長に言うと、彼は、そうだな、早いところ挨拶しておきたいんだけどね、と言った。まもなく新年会開始の時間という時に、斉藤社長が到着。いつも以上に派手で艶のあるスーツに身を包んだ彼が、ご機嫌そうに会場内を歩いていた。彼を見つけた林課長と僕は一斉に立ち上がり、彼の元に向かう。そして新年の挨拶のために声をかけた。明けましておめでとうございます。この度はご招待いただきありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いいたします。丁寧な挨拶をする林課長。それに倣って僕も頭を下げた。しかし対する斉藤社長はというと、僕たちの姿を見ると半笑いの顔で大きく鼻で笑った。そして嫌な笑顔を見せながら、招待したからって本当に来たのか？社交辞令に決まってるだろう。薄汚い下請けは帰れ。こんな場所似合わないだろう。と言ってきたのだった。思いもよらない暴言に衝撃を受け、顔がこわばる僕たち。それでも斉藤社長は全く気にせず、他の参加者に、すみませんね、お見苦しいものを見せて、これだから田舎者は嫌ですよ、と言いながら、ガハハハと笑った。言われている参加者の人たちも苦笑い、中には困惑して、けげんそうに眉をしかめている人もいた。さらにとどまることのない彼は、新年から田舎者の顔を見るなんて最悪だな、縁起悪いぞ、これは。早く帰れよ、との暴言まで吐く始末。あまりのひどさに言葉を失う僕だったが、林課長は無表情のまま。それでは、失礼いたします、と言った。そして、せっかくの高級レストランにもかかわらず、何も口にしないまま僕に退出を促した。僕ら二人は、そのままその場を立ち去ったのだった。東京からの帰りの新幹線。想像もしていなかった出来事に遭遇した僕たちは無言だった。でも気まずいというわけではない。お互いに斉藤社長に対する嫌気がマックスで無言の慰めをし合っているような感じだった。そんな中、林課長がぽつりと、もう限界だな、とつぶやいた。え？と聞き返す僕。いつもどんなことがあっても解決策を見つけ乗り越えてきた林課長だからこそ、彼のこの弱気なセリフには驚いたのだった。しかし彼の目を見た瞬間、このセリフが弱気な気持ち由来ではないことはすぐに分かった。彼は未だかつてないほどに怒りをあらわにしていたのだ。燃えるようなその瞳を見つめていると、彼はため息をついた後ゆっくり語り出した。今まで地元にできるショッピングモールのためと思って必死で働いてきたけどさ、このまま斉藤社長の言うことを聞き続ければうちの会社がダメになる気がするんだよ。そう思わない？これに関しては僕も同感だった。というかむしろここ最近はずっとそれを痛感していた。実際斉藤社長は地方の商社である僕たちの会社を見下していて、
無理ばかり言ってくるのが現実。こちらの利益など全く考える素振りもなく、自社が得をするなら何をやってもいいという思惑が透けて見られた。それでも頑張ってこれたのは、見守ってくれている地元に恩返しがしたいから、その一心だけで努力をしていたが、それももう限界だった。僕も会社の将来が不安です。それに、この先もあの会社とあんな形で仕事するなら、しても、いい未来のビジョンが描けません。それを聞いた林課長は大きくうなずいた。そして、何やら決意したのか真剣な顔で前を見据えていた。それ以降は何も語らなかったが、彼の気持ちは聞かなくてもわかる気がした。それと同時に思ったことが一つ。何があってもこの尊敬する上司についていこう。僕はひっそりと、そう決心したのだった。林課長は社に帰ると、すぐさまあるところに向かった。それは社長室である。そこで作業していた社長に向き合い、新年会で斉藤社長に言われたことをすべて報告した。見下されているのは分かっていました。それでも地域と会社のためには我慢するべきだと考えていたのです。でも間違っていたかもしれません。今回のことを経て会社のためにもこのままではいけないと思いました。聞き迫る様子で社長に伝える林課長の表情は真剣そのもの。言葉の端々にこの会社が大好きで大切だからこそこの現状を何とかしたいと考えているのが見て取れて、僕もその意見に大きく賛同した。僕たちの訴えを聞いた社長は鋭い眼光で怒りをあらわにさせながら、よくわかった。そして大勢の前で屈辱的な思いをさせてしまって申し訳ないと言った。いつもは温厚な社長のこんな表情は見たことがない。とはいえ自分の会社と愛する地元をコケにされたのだから無理はなかった。そのすぐ後、我が社では緊急重役会議が開かれた。今までの無茶な依頼から今回の暴言まで一つ残らず全てを説明する。すると想像通り重役たちは大激怒した。その場ですぐさま今後一切値引きに応じないことを決断したのだった。本当は皆今すぐにでも斉藤社長の会社とは縁を切りたい気持ちは山々だったのだが、それは現実的に不可能だった。何でも現在の契約を保護にすると莫大な違約金が発生するのだ。ここまで無茶にも答えてきて、プロジェクトも随分進んでいるのに、ここで僕たちが保護にすると、得をするのは斉藤社長だけということになる。それだけは避けたい事案だった。だから会社としては腹が立っても、それだけは履行することを決めたのだった。こうした一連の進言とともに林課長は、契約を切りたいところですが、我が社が赤字を背負う理由などありませんから、と言った。怒りはあらわになっているものの、冷静に対処している彼の言葉に皆うなずいていた。耳を傾けた社長をはじめとする重役たちの中で、誰一人異を唱える者はいなかった。一方僕は父方の叔父に連絡した。何のためかというと、倉庫についての相談である。実は話を聞いた上で土地を貸してくれ、倉庫を建ててくれたのは僕の叔父だった。もっとも僕の父は地元の地主の家の出で、父の兄である叔父はその跡取りである。使っていない土地がたくさんあるのもそのためだった。僕は今回の一連の流れとともに、まだ契約が締結していない倉庫の利用をどうするか相談した。すると、事情を聞いた叔父は大激怒。腹を立てた勢いそのまま、倉庫を斉藤社長の会社には貸さないことを決断したのだった。じゃあ、倉庫の話はまた取り出しに戻るってこと？それはそれで困ったことになると思った僕は焦ってそう尋ねた。しかし彼は、ノーノーと首を横に振る。そして、向こうに貸さないだけだ、と言った。
どういうことか詳しく聞いてみると、倉庫の運営を正式に僕らの会社に依頼するという話らしい。もとより地元密着企業ならではの評判の良さに、叔父も我が社を信頼してくれていたようだ。信頼している人たちに自分の土地を預けたいとのことだった。この決定を僕はありがたく受け入れることにした。大型ショッピングモールにはこの倉庫が必要不可欠なのだ。それをこちらの会社の方で運営できるのならむしろ好都合だった。その旨を叔父に伝えると、彼は満足そうな笑顔をこちらに向けながら、よろしく頼む。これからも地域のために尽力してくれ。と言った。地主としての叔父の力強い応援に僕は大きくうなずいたのだった。数日後、斉藤社長から僕らの会社には怒りの呼び出し連絡があった。まああるだろうと予想していた僕たち。焦ることなく再度、林課長と二人で上京して、斉藤社長の会社に赴くことにした。彼の会社に着き、会議室で待たされること3分。鬼の形相をした斉藤社長が、バンと扉を開くと、勢いそのまま、どういうことだと怒鳴りつけてきた。そして彼は、金額がこっちの希望通り減額されていないだろうと、大声を上げながら、見積書を叩きつけてきた。斉藤社長のその迫力は改めてすごいものだった。しかし、これからはこちらも全く引く気はない。その証拠に林課長が淡々とした様子で、うちはこの金額以下では仕事しません。と言い切った。この返答にますます激怒する斉藤社長。ふざけるな!と言いながら机を叩くも、全く態度を変えない僕たちに、彼の怒りは頂点に達しようとしていた。そしてついに、お前のところとは契約解除だ。二度と顔を見せるな!と言った。一瞬、シンと静まり返る室内。うるさいほどの静寂を破ったのは林課長だった。彼は冷静に、そちらの契約解除なら、当然、違約金を支払ってもらいます。と警告した。その言葉を受けた斉藤社長は鼻で笑いながら、そんな、明日金くれてやる。うちと取引を切られて泣くのはお前らの方だ。田舎の弱小会社のくせに、もう終わりだな。と言った。結果を見る前から彼は勝ち誇った様子である。僕たちはそんな彼を見て苦笑いするしかなかった。ただ一言。果たして、本当にそうでしょうか。と言って、僕らは彼の会社を後にしたのだった。しばらくして、我が社に斉藤社長から再び連絡があった。どうやら彼の、結果を見る前から勝ちを確信していた試合は予想外の結果を生み出したらしい。こちらの会社に赴くや否や、開口一番に、どうにかしてくれ!と言った。あれからというもの、ショッピングモール計画に関わる地元の業者がことごとく減額に応じなくなったそうだ。それどころか、仕事さえ受けてもらえなくて、このままではショッピングモールの計画自体が頓挫しそうだと泣きつかれた。もちろんこれは僕たちの会社が仕組んだ結果ではない。ただ、風の噂で僕たちの会社が受けた仕打ちが町全体に知れ渡っていたのだ。もともと無理を言って低予算を受け入れてくれていた人たちである。無茶な要求をしてくる上に、横暴な態度でこちらに誠意を見せない斉藤社長には反発しても無理はなかった。また、一方的に契約解除されても、毅然とした態度を貫いた我が社の対応に賛同してくれる人は多かったらしい。そんな業者は、僕たちの会社と同じように、減額請求に立ち向かうことにしたようだった。また、この結果に一役買った人物がいる。それは僕の叔父である。叔父は地元の名士だけあって、地元企業や有力者とも懇意にしている人。そんな彼が誰に頼まれたわけでもなく、我が社が受けた仕打ちと地元が苔にされている現状を懇親会で報告したのだ。
懇親会というと、中でも地元をこよなく愛する人たちばかり。だからこそ、皆一様に憤りを隠せなかったらしい。おじなりの正義感がもたらした結果、それが今回のことにつながっているとのことだった。他にも事情を知っている僕の会社の取引先も、他社からの依頼に斉藤社長の会社が絡んでいると知った途端に断りの連絡を入れていたようだ。依頼があることはもちろん嬉しいことだが、自分たちにもプライドがあるという地元民の抵抗の表れなのだろう。結局、叔父の倉庫契約どころか、すべての契約が思うように結べなくなった斉藤社長。最終的にショッピングモールの計画自体に危機が訪れているのが今の現状だった。一連の話をしていく中でも、一度も申し訳ないの一言は出てこないものの、彼は本気で困っているようである。でも足も出ないとはまさにこういうこと。しかし、こちらにも譲れないものがあるのだ。だから、すべての話を聞き終わった林課長は、改めて、こちらの提示する金額以下で仕事をする気はありません、と斉藤社長に通告した。それを受けて、悔しそうに顔を歪める斉藤社長。しかし、今更計画を止めるわけにもいかず、しぶしぶその要求を飲んだのだった。こうしてついに、正規の値段で斉藤社長の会社と契約を結ぶことができた我が社をはじめとする地元の企業。町は改めて覇気を取り戻し、一致団結して仕事に向かっていた。お互い助け合いながら前に進むのが得意な僕たち。会社や企業の垣根を越えて一丸となって頑張った。その結果、なんとかショッピングモールは開業までたどり着き、オープンすることができたのだった。しかし、当初の予算から大幅に増額した結果となり、斉藤社長は責任を取らされ解任されたらしい。とはいえ、今冷静に見ても今回の費用は別に高すぎるというものではない。むしろ大型ショッピングモールの建設だということを念頭に置くと妥当だと思われる金額だった。つまりどういうことかというと、斉藤社長が立てた最初の予算があまりにも低すぎたのだ。下請け企業の利益をまるで考えていない結果である。それを彼は、自分の手腕があれば余裕でこの予算内で実行できる、とあちこちで豪語していたため、今回はその能力を疑われての解任だった。ともあれ、ショッピングモールは連日大盛況の嵐。建設が決まってからは、本当に大変なことが多かったけど、こうして喜んでくれている地元の人の笑顔を見ていると、本当に頑張ってよかったと思う気持ちでいっぱいだった。それに加えて、ショッピングモールに付随する仕事が増えてきたようである。地元の企業も潤い出したらしく、ショッピングモールがもたらした相乗効果を改めて感じていた。地元に活気ができたことが、目に見えてわかるこの現状が僕は嬉しくてたまらなかった。また、叔父の倉庫業もそれにつられて大盛況を呼んでいるそうだ。倉庫を管理しているのは我が社だから、これは僕たちにとっても嬉しいニュースである。叔父は早くも二棟目の倉庫を計画しているとのことだが、会社としても新たな倉庫業事業に活路を見出し、さらに業績を伸ばしていきたい限りだと思った。社内の変化といえば、林課長がその功績を認められ部長に昇進した。会社が始まって以来の30代部長である。僕の彼に対する尊敬はますます加速するばかり。でも最近は憧れるばかりではなく、少しでも追いつきたい気持ちが強くなってきた気がする。部下も増えてきて、僕自身が上に立つ機会が増えてきたから、なおさらかもしれない。そんな中、僕も主任に昇格した。憧れられる上司になれるように、そして地元のために、今日も僕は精力的に働いているのだった。今回のことで、
僕は改めて地元のつながりの強さを実感していた。そして一度は離れたものの、また地元に戻ってこの会社に入ったことに心底満足しているのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。じめっとした気温、あたりは虫や鳥の鳴き声以外は聞こえてこない。それなのにいつ動物が襲ってきてもおかしくないような不気味な気配。どれだけあたりを見渡しても誰もいない孤島に、車椅子の僕が一人だけ放置されていた。どうして僕がこんな目に。悔しくて悲しくて怖くて、手元に逃げられた紙へ視線を落とす。そこには部長による書き殴りの字で、このまま強制退職なと書かれてあった。誰か、誰でもいいから助けてくれ。その時わずかながらに聞こえてくる人の声、聞き覚えのない声だったが、僕は一心不乱に助けを求めて声を張り上げた。僕を置き去りにしていった部長は、この日のことを生涯後悔することになるだろう。まさか僕がこんな思いもよらない人に助けられるなんて。僕の名前は平田宗介、年齢は29歳、趣味は音楽鑑賞で、好きな食べ物はお好み焼き。日頃は普通に会社員をしている。旅行関係の会社で、大学卒業後からずっとこの会社での勤務だ。ちなみに昇進の予定は今のところまだないと。まあこんな感じでごく普通の社会人なのだが、実は周りの人とは違う点が一点ある。それはというと、僕は足の障害のために車椅子生活をしていることだ。これは後天的なものではなく生まれつきのもの。足の関節が人とは違う向きになっているので、歩くことはほぼできないのだった。だから物心ついた時からずっと車椅子生活。今でこそもう慣れたものだが、子供の頃はやはり辛い思いをしたものだ。みんなが外で遊んでいる間も、僕は足のせいでその輪に入ることはできなかった。ギラギラと光る太陽の下で全力で走り回れる子がどんなに羨ましかったか。みんなには当たり前のようにできていることが僕にはできない。その現実が辛くて、やるせない気持ちがとても強かった。だから実際小中学校時代はちょっと塞ぎ込みがちな子供だったのだった。しかしそんな憂鬱な日々も高校進学を機に変化した。この時生まれて初めて彼女ができたのだった。お相手は同級生の子、岡本理恵という名前の笑顔が素敵な女の子だった。仲が良くなったのは部活の場だった。僕はこれまで楽器を扱ったことはなかったのだが、吹奏楽は座ってできる部活だし、何より部内の空気感が良く楽しそうだったから入部した。理恵も同じく吹奏楽部に所属していたのだった。僕は性格的に引っ込み思案なので、自己表現はあまり得意ではないが、楽器で自分を表現するのは少し好きだった。しかも基本的に真面目なので、熱心に練習をすることは全く苦ではなかった。世の中不公平だと思うことが多かった学生時代だが、努力が実を結ぶことを体感したのもこの時期だ。頑張れば頑張るほど上達していき、演奏はめきめきと上手くなっていった。理恵はそんな僕の姿がとても素敵に映ったらしい。偏見のない彼女の目には、僕が熱心に練習し誰よりも楽しそうに演奏する姿が鮮やかに輝いていたそうだ。宗介くん、練習一緒にしよう。ねえねえ、彼女いるの？今日一緒にご飯食べない？明るく無邪気な理恵のアプローチはとても分かりやすいものだった。今まで女の子とそんな雰囲気になったりアプローチを受けたことがなかった僕にとっては、これらの言葉は毎回ドキドキの連続だった。不自由な生活に不満が募る日々だったが、理恵とのおしゃべりや部活のおかげで
楽しいことがうんと増えていったのも事実。熱烈な猛アタックの末、次第に気づけば僕もリエのことが好きになっていたのだった。そうなると交際に発展するのもごく自然な流れだった。嬉しいことにその一歩を踏み出してくれたのはリエの方。例によって一緒に楽器の練習をしていた時、いつも明るい彼女が少し緊張した面持ちで、付き合ってくれないかなと言った。もちろん僕はOK と即答する。すると彼女は、本当？嬉しい、幸せすぎると言いながら、今までで一番テンションを上げた姿を見せてくれたのだった。それから僕たちの交際はスタート。学生だからそんなに派手なお付き合いはできなかったけど、一緒にいるだけでとても幸せだったし、お互いおしゃべりが尽きることはなかった。部活では同じ目標を持って頑張ることができたから、お互いに切磋琢磨し合っていくことができたのだと思う。僕の毎日は中学時代とは比べ物にならないくらい幸せだった。とはいえ、僕の体が普通の人と同じではない事実は変わらない。僕たちは放課後や週末によくデートをしたのだが、リエはいつも僕の車椅子をしてくれていた。映画館に行く時も、カラオケに行く時も、商店街で食べ歩きをする時も。それがなんだか申し訳なくて、だからといって僕にはどうすることもできないのがやるせなかった。何度か申し訳なさのあまり、押してもらってごめんねと言ってみた。しかし僕が気にしているのに対して、彼女は全く気にしてない様子で、彼女ですからと言っていた。こうして明るい性格が本当にありがたくて好きだった。しかしデートを重ねるたびに僕は改めて車椅子の不便さを感じていた。例えば狭い道だったり、スロープがないお店だったり、町にある建物や道路はそもそも車椅子の人が来店することをあまり想定していないような作りのものばかりだった。車椅子で町に出ると障壁が多すぎるな。いつしかそんなことを思い始めた僕は、車椅子仲間のためにも何か活動ができないものかを真剣に考えるようになった。少しでも僕たちの前に立ちはだかる障壁を減らしていくことはできないだろうか。そんな気持ちでいっぱいだった。なので大学に進学してからは、内気な自分を一括してさまざまなボランティアに参加するようになった。中には車椅子の人のためのフリーペーパーを作る活動をしているボランティアもあり、僕はそれの編集に携わったりした。当事者だからこそ感じる視点で世界を伝えていきたい、そんな気持ちでの活動だった。大学に進学してからもリエとの交際関係は続いていた。相変わらずアクティブな彼女は自ら進んで僕のボランティアに参加してくれていた。二人でデートを楽しみながらバリアフリーなお店や遊び場を開拓していく。そういった場所を探すことはまるで冒険のような楽しさがあった。だからこそそんな場所をまとめたフリーペーパーが完成した時の達成感は圧倒的なのだ。僕たちの大学生時代はものすごく幸せで充実した日々だった。そんな大学生活だったので、卒業後の進路はいろいろ悩んだ。活動家になるのもいいし、出版会社で記事を書くのもいい。とにかくどの道に進んでもバリアフリーに携わる仕事がしたかった。そんなある時のこと、リエと食事をしていると一枚のポスターが目に入った。眩しい笑顔で笑い合う老若男女、そこにはバリアフリーな旅楽しみませんかとの文字が大きく書かれてあった。すごく素敵だ、僕もそんな会社で働いてみたい。ポスターの売り文句を見た瞬間からそんな気持ちでいっぱいになった。それから僕はこの会社のことを調べたのだが、どうやら旅行会社らしい。バリアフリーに特化したプランをたくさん作っていることで有名な会社だった。僕はすぐさま就職に応募した。車椅子で過ごしてきた人生だから多様性を持って考えることができます。面接ではこういった旨を自信を持って断言してみた。
そんなまっすぐな姿勢によって真心を伝えることができたのだろう。僕は無事、希望通りこの会社への就職に成功した。自分たちと似た境遇の人にも気軽に楽しんでもらえるような旅行ツアーを企画するぞ。そんな意気込みいっぱいの社会人生活、たくさんの希望を胸に新しい日々が幕を開けたのだった。しかし、いざ入社してみると、あまりの現実に僕は絶望してしまった。バリアフリーな旅なんていう売り文句はただの名ばかりのものだったのだ。自治体から補助金をもらいたいがために、そういった企画を用意していたそうだが、社内の空気は常に最悪だった。その上、従業員にも補助金目当てなところがあるらしい。僕もそのうちの一人なのだが、障害を持った社員を数人雇っては補助金を受け取り、簡単な雑務だけを任せている。そういった人たちは何年経っても雑務がメインなので、一向に活躍はさせてもらえていないのが現状だった。そもそも僕がこの会社に就職を希望した理由は、バリアフリーの企画を作って多くの人の笑顔を作りたかったからだ。僕はそんな売り文句に見合ったツアーをもっと自分たちも企画したいと主張してみることにした。障害があるからこそ分かることもあるんです。必要な配慮や景色の見え方の違いを生かしたいです。そんな訴えを何度もしてみたのだが、残念なことに全く聞く耳を持ってもらえない。それどころか多くの社員に無視された上、部長の蔵元には目の敵のようにされてしまうようになってしまった。そんなある時のこと、今度売り出す離島ツアーの視察も兼ねて社員旅行が行われることとなった。社員旅行というだけあって、社員は皆浮き足立っている様子だった。しかし僕はあまり乗り気ではなかった。例のこともあり、この会社にうんざりしていたので、社員旅行に行くのもいささか億劫だった。社員旅行どうしようかな、ボソッと漏らした僕の声にリエが反応する。どうしたの？もうすぐ社員旅行なんだよね。でもやっぱり乗り気になれなくてさ。リエは大学卒業後、別の会社で福祉関係の仕事に就いていた。職業柄多くの人の相談に乗っているらしく、かなり聞き上手な彼女。いつだって優しく聞いてくれるので、僕は何かとリエに相談をしていた。就職後も会社のこともたくさん愚痴っていたのもあって、リエも社員旅行への欠席には賛成だった。別に参加は必須じゃないしな。リエに後押しをもらったのもあって、僕は欠席を伝えることにしたのだった。しかしここでも問題は発生。欠席を伝えるや否や、部長の蔵元に社員旅行は全員参加だと怒られてしまったのだ。別に必須ではないはずなのに、蔵元はこう言って聞かない。そもそも障害がある身からすると、旅行に行くこと自体が不安なのだ。しかも旅行の内容は離島巡りだという。車椅子の僕としても足場の悪いところがあるかもしれない不安を考えると、胸が重くなるようだった。そんな気も知らず、結局強制参加をさせられた僕たちはおのおの不安な思いを抱えながらの出発だった。普段障害のあるお客様が参加されるツアーの時は、その時だけ外注でヘルプを頼んで同行してもらっている我が社。つまりこの会社には障害者をサポートできる人はいないのだ。いろんな障害を持つ社員を連れて行っているにもかかわらず、手話もできないし、白杖の人のサポートも無理、手足の障害に対応するスキルさえないのが現状だった。この感じでは AED の使い方すらままならないのだろう。売り文句とは裏腹な現状に、僕はうんざりするしかなかった。しかも嫌なことに、社長を含め社員のほとんどは僕たち障害のある社員に興味すら持っていないのだ。今何が必要で何に困っているのか全く考えていないようだった。こんな環境なので、不安といっても何かを期待することはできない。なので僕の車椅子は難聴の男性社員に押してもらったり、僕は観光案内を筆談で彼に教えてあげていた。こんな感じで僕たちはお互いに助け合いながら
社員旅行に挑むしかなかった。そんな心身ともに疲弊が募る社員旅行、離島巡りも残すところ最後の一箇所となったと、ここである問題が発生した。僕の車椅子を押してくれていた難聴の社員が熱中症により体調を崩してしまったのだ。僕たちは日頃から肩身の狭い思いをしているので、自分の意見を言うのもとても勇気がいること。この男性社員もそうらしく、なんとか気分の悪さを伝えることができた時にはもう体は限界な様子だった。誰が見てもあまりの体調の悪さに彼は一足先に旅館に向かうことに。残された僕の車椅子を後ろから押してくれることになったのは、よりによってあの倉本部長だった。僕は居心地の悪さを感じながらも彼に、すみません、よろしくお願いしますと伝えた。すると彼はこちらを一別し、はーいと言いながらニヤッとした笑みをこちらに向けてきた。それが嫌に不気味なものだったので、僕の心はますます重く沈んでいくのだった。正直言って、本来なら部長に押されるくらいなら自分で車輪を回した方がマシなのだ。本当はそうしたかった。しかし何と言っても場所が場所、離島ゆえに道路の舗装もないので、僕が自分で車輪を回して運転するには限度があった。何か事故が起きても不思議ではないような場所なのだ。僕は仕方なく部長に押してもらって観光を続けていた。そんな最後の島の観光、そろそろ終わりを迎えようとした時、倉本が急に、電話が入ったからちょっと待ってろと僕に言ってきた。わかりましたという僕。倉本はそんな僕を茂みの陰に置いてどこかに行ってしまった。何か急ぎの連絡でも入ったのだろうか。そんな疑問が頭に浮かんでいた僕は、彼の言葉を真に受けておとなしくその場で待つことにした。しかしある程度の時間が経っても彼が戻ってくる気配はない。その上、他の社員の声もまるで聞こえなくなっていた。もしかして置き去りにされた？そう気づいた時にはすでに遅かった。舗装されていない道の上をなんとか車椅子で移動してみるものの、他の社員の姿はどこにも見当たらない。焦った僕は他の社員に連絡をするため車椅子に引っ掛けていたカバンに手を伸ばした。しかしこの瞬間、僕はあることに気がついて真っ青になった。ないのだ、車椅子にかけてきたカバンが。中に入ったスマホやタブレットごと全部持ち去られてしまっていた。どういうことだ？さっきまでは確実にここにあった。ということは、こんなことをしたのは倉本部長なのか？だとしたら、一体なぜこんなことを？意味がわからず混乱している最中、背中にある違和感を覚えた。僕が動くたびに背中からカサカサと音が鳴るのだ。何かと思い、手を後ろに伸ばしてみると、一枚の付箋が背中に貼られていた。その付箋を見て、僕は目を疑った。このまま強制退職な。黄色い付箋には大きな文字でこう書かれていたのだ。その文字には見覚えがある。特徴的な右肩上がりで癖のある字。この字は明らかに倉本部長によるものだった。僕は混乱している頭を何とか落ち着かせて、冷静に辺りを見回してみることに努めた。しかしながら、どんなに見渡しても全く人気がない。その上、話し声一つ聞こえてこない。しかもここを含めてあちこちにうっそうとした茂みが広がっていた。嫌な汗が背中を伝う。もとよりこの旅行は今後企画していこうと考えている亜熱帯の離島探検ツアーの視察も兼ねているのだ。人が多いと比較的快適で気持ちの良い自然が広がる島だったが、一人でいるとその印象は大きく変わってしまった。いかにも亜熱帯の離島感が強くなっていったのだ。そんなところで一人置き去りにされてしまったので、僕の不安は限りなく大きくなるばかり。南の島なので熊は出てこないだろうけど、蛇はいつ出てきてもおかしくないような雰囲気だった。
僕以外に人がいないから自然の音がやけに大きく聞こえる。不気味な鳥の鳴き声まで聞こえてきて、本当に怖くてたまらなかった。移動すべきか、耐えて助けを待つべきか、いろいろ悩んだけれど、正しいルートもわからないまま動いてしまうと、さらに遭難が深まる気がしてならなかった。そもそも車椅子で動くのが何より危険だ。足場が崩れて転んでも助けてくれる人がここにはいないのだ。僕は2時間ほど恐怖に耐えながらじっと助けを待ち続けた。時折声を上げてみても、それに対する反応はやはりなかった。次第にあたりは暗くなり始めて視界が悪くなる。それでも日が落ちようとしているのに、あたりに漂うジメジメとした熱気はなくならなかった。僕はこのままどうなるのだろう。たとえ動物が襲ってこなくても、こんな島で車椅子に座ったまま一晩を越えられるわけがない。なんだか息をするのも苦しくなってきたような気がする。本当に僕は一体どうなってしまうんだ。そんなことを考えていたら、いつしか頭の中はリエと過ごした楽しかった日々が走馬灯のように流れ始めた。一緒に食べたお好み焼きや、一緒に見た映画、初めてしたデートの場所、そこには常に満面の笑みの二人がいた。辛いことが多かった人生だが、彼女と出会えたことは僕の人生の最大の幸せだった。この状況ではその幸せの尊さをより一層感じて、目の奥が熱くなっていった。ちょうどその時、静寂すぎて逆に耳が痛くなっていたところに、ある話し声が聞こえてきた。気のせいかと思って耳を澄ますと、その声は確かに聞こえる。しかもだんだんと大きくなってくるようだ。もしかしてうちの社員が助けに来てくれたのか、そう思ったが、聞こえてくる声は知らない声ばかり。それでも僕は残り少ない体力を振り絞って、助けてと叫んだ。え、どうしたんですか、大丈夫ですか。そう言って駆けつけてくれたのは見知らぬ数人の男性たち。車椅子の上でぐったりしている僕を見て、驚きながらも速攻で救助してくれたのだった。助かったことに安堵した僕は、ここからの記憶が少々おぼろげ。水や飴をもらいながら、なんとか広場に連れてきてもらった後は、そこで車椅子から下ろしてもらい、落ち着くまで地面に横たわらせてもらった。長時間車椅子で固定していた体は、今にも倒れてしまいそうなくらいフラフラだった。助けてくれた男性たちは、その間も様々な介抱をしてくれていたようだ。意識がだいぶ回復して起き上がった時は、気分はだいぶマシになっていた。大丈夫ですか？心配そうな表情で尋ねてくる男性。僕は心の底からお礼を言った。僕の言葉を聞いた彼らは安堵した表情を見せた後、僕たちがここに下見に来ていて本当によかったと言った。そういえば僕たちの近くにはたくさんのカメラが置かれている。詳しく話を聞いてみると、この男性たちは皆キー局の関連会社のロケハンスタッフだった。この日は離島の密林探検をテーマにしたバラエティを撮影するためのロケハンに来ていたらしい。下見がてら資料に使う写真を撮影しようとしたところ、僕の声が聞こえてきたので駆けつけてくれたのだった。ところで体調はどうですか？まだ顔色が悪いですよ。だいぶ良くなりました。でもまだ少し頭が痛くて目がチカチカします。そう伝えると、ロケハンチームは脱水症状も起こしているようですねと言って、密林の入り口に停めてあったロケバスに僕を連れて行ってくれた。僕はここまでしてくれることに感謝しながらも、その言葉に甘えることにした。ロケバスの中でも介抱をしてくれる人たちは皆本当に心配そうな顔をして、驚くほど優しく扱ってくれた。会社では疎ましく思われている僕は、人の優しさを改めて感じて胸がぐっと詰まる思いだった。ところでどうしてあんなところに一人で？一人の男性が僕に尋ねる。言うか言うまいか迷ったが、
僕は今日会ったことと会社の現状を少しずつ話してみることにした。一通り話し終わった後、スタッフたちの顔を見てみると、彼らは想像以上にこわばった表情をしていた。そしてこちらをじっと見つめながら、辛かったですね、こんなこと。本当はあってはならないことです。他の社員の皆さんもいつもそんな扱いを、と言った。僕はうなずく。それを見たスタッフは、このままではいけない、僕たちにできることをしてもいいですか、と聞いてきた。長年劣悪な扱いを受けてきた僕は少し感覚が麻痺していたらしい。彼らの言葉を聞いて、今の僕たちがひどい扱いを受けているのを実感した。するとどんどん腹が立ってきて、弱者だと決めつけて見下す部長たちが許せなくなった。僕はその旨をロケハンスタッフの皆に伝えたのだった。それからの対応はとても早かった。ロケハンチームのマネージャーの新橋はすぐに本社に連絡。その後すぐに本社から連絡を受けた取材班がこちらに飛んできたのだった。僕に起きた今日の出来事を聞いた人は皆衝撃を受けた顔で驚く。それもそうだ、車椅子の人を孤島に放置、しかも連絡手段も奪った挙句、未だに助けに来ないのだ。僕は怒りと呆れでいっぱいだった。こうした取材班が今日のことを報道、我が社は翌朝の全国ニュースに社名入りで取り上げられることとなった。売り文句がバリアフリーな旅楽しみませんかだった上、障害者雇用の補助金もがっつりもらっている会社、それなのにこの現状が浮き彫りになったので、ニュースが放映されるや否や会社は瞬く間に大炎上していった。世の中には障害があるからとこちらを味方にしているわけでもなく、一人の人間に対する扱いではないことに怒りをあらわにしているようだった。そうこうしている間にも社長と部長は逮捕、悪評により会社はあっという間に倒産してしまった。理恵は今回の件を知り、もちろん大激怒。ニュースになる前に連絡を入れていたものの、彼女の怒りの炎は世間と同じく一向に消える気配がなかった。それと同時に、宗介のことが心配だから、何かあった時に一番先に連絡がつながる存在でいたい、泣きながら伝えてくれた。それってプロポーズ？そういう僕に彼女は、そうよ、悪いの？と言った。まさか逆プロポーズをされるなんて。思えば告白してくれたのも向こうからだ。いかにも理恵らしい行動だと思うものの、今度改めて指輪を買ってこようと思った。で、どうなの？ダメなの？いつもの調子で返事を促す彼女。僕はもちろん結婚しようというのだった。その後理恵とはすぐに結婚した。式場は彼女の勤め先の紹介で知った会場。ここは本当にバリアフリーを目指している建物で、見事に優しいサービスの提供だった。さて僕はというと、勤めていた旅行会社は倒産。仮に倒産していなくても戻る気なんてなかったが、願わずとも僕は無職の状態となった。そもそも僕は障害があるから、どうしても理恵には手数をかけてしまう身。その上無職にまでなってしまったのに、それでも何の不満もなく全力で愛してくれる理恵や祝福してくれる親たちに感謝の気持ちでいっぱいだった。他にも、おめでとう、幸せになれよと伝えてくれた人はたくさん。旅行会社で助け合っていた障害のある社員仲間たちもお祝いに駆けつけてくれていた。正直僕のせいで彼らの職を奪ってしまったのだと思うと申し訳ない気持ちがあったのだが、彼らは全くそんな風には思っていないようだった。むしろ皆口々に、辞めたかったけど辞めれなかっただけと言っていた。補助金目当ての会社は僕たちが辞めるのを許さなかったようだ。彼らに、だから気にしないでくれ、むしろ本当に感謝しているんだと言ってもらえた僕は、肩の荷が下りたような気持ちになって、やっと一息つくことができたのだった。式の様子は
置き去り事件の後日談として、助けてくれたテレビクルーたちにより5分間のドキュメンタリーにまとめられた。どうやら深夜枠で放送されることになるらしい。その際に現在僕が無職であることを知った新橋マネージャー、彼は少し考えた後、うちのチームで働かないかと誘ってくれた。思わぬ誘いに驚き答えられない僕、そんな話が来るなんて全く想像していなかっただけに衝撃が半端じゃなかった。それでも彼は驚く僕に構わず、実は僕のチームに全国の景勝地とかロケに適した場所に詳しい人を募集しているんだと続ける。彼曰く、旅行会社にいた僕はその人材として適任らしい。また学生時代にフリーペーパーを作成していたことから、パソコンを使った文書編集の能力も評価してくれた。それでも突然のことに返事ができないでいる僕に対して、新橋マネージャーは熱意を持って説得にかかる。今後テレビ視聴者層はどんどん高齢化していくんだ。そのことを考えると、車椅子利用者の視点も用いたテレビ番組は絶対必須になってくる。土地に詳しい、文書編集による企画ができる、バリアフリーの視点を持てる、この3つの条件に君は全部当てはまっているんです。そう言われるとまんざらでもない気持ちになる僕。ひとまず返事は待ってもらい、僕は理恵に相談することにした。しかし彼女の答えは悩むことなく一瞬で出され、なおかつとても力強いものだった。なんで悩むの？宗介だからできる仕事だよ。すごくいいじゃん。もちろん応援するよ。いつだって僕の背中を後押ししてくれるのは彼女だ。今回も僕は理恵に勇気づけられて、新橋マネージャーの誘いを受けることにした。その旨を新橋マネージャーに伝えたら、すごく喜んでくれた上で、ものすごい勢いで会社に話を通してくれた。それから何回か会社に足を運び、面接や自己アピールをした後、無事テレビ局に入社することができたのだった。こうして新橋チームに就職し、僕は今度こそ願った通りの仕事ができるようになった。車椅子利用者という多数派とは違う視点を生かした企画の立案、出しても出しても案は湧き出てくるようだった。なんといっても7年間旅行会社で不遇な年月を送ったのだ。その分まで新天地で頑張りたい気持ちが僕を鼓舞させているのだった。かつての同僚にもたまに連絡を取ってみるのだが、彼らもまた新しい一歩を踏み出せているようだ。例えばあの時車椅子をしてくれた南朝の同僚、彼は実は料理が得意だったらしい。それを生かして調理スタッフの仕事に就いていた。他の社員も皆今度は障害があっても冷遇されない仕事先を見つけられているようだ。それを聞いた僕は心から安心した心地だった。皆の現状を聞いて安心したところで、改めて僕も自分の今を振り返る。仕事はするべきことがいっぱいで大変な時もあるけど、それでも楽しくて何よりやりがいでいっぱいだ。自分だからこその視点を生かして、自分だからこその仕事をする。それが認められる時、世間に受け入れられていることを直に体感できるのだ。僕のこんな今の現状が幸せに思えてならなかった。それに僕の周りは素敵な人であふれているのだ。今の同僚も、大事な両親も、愛する妻も、こんなに大切な人たちに囲まれている僕には、かつて感じていた疎外感なんてもう跡形もなくなっていた。この人たちからもらう幸せに少しでも僕も返していけるように、僕と同じように障害を持った人にとってこの世界が少しでも優しい世界になるように、これからも周りの人に感謝の気持ちを忘れず、スキルを伸ばしていこうと思う。人の役に立つために頑張ろうと思う。僕にできることはきっとまだまだたくさんあるはずだ。横で大の字になって気持ちよさそうに眠るリエが、そんな僕の気持ちを肯定するかのように動く。多少寝相が悪くてしょっちゅう寝言を言って、たまにいびきをかく。リエがそばにいてくれるなら、僕はこれからも全力で頑張っていける気がするのだった。いかがでしたか？
チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。これは僕にとって大事なスーツなんだ。どうしてくれるんだ。館内に響き渡る男の声。私は巻き込まれたくはないとその場をそっと去ろうとしたが、去ろうにも去れない事態となってしまった。激怒しているのは社長の御曹司。そしてその後社長室で私を待ち受けていたのはあの人物だった。そう、あの日から私の人生は激変した。私の名前は西王子京子27歳、独身。運もあってか世間では大企業と言われる T 社に入社し、営業部に配属されて5年が経つ。ごくごく普通の女サラリーマンで実家が良い。母は中学校の頃に他界し、今ではいわゆる父子家庭。父と2人で生活している。父、勝也は現在60歳。かつては大手企業の営業マンだったようで、誰にでも気さくに話しかけて人を笑顔にする能力は人一倍長けていた。父子家庭となってからでも私には一切の苦労をかけないようにと、高校、大学までしっかりと面倒を見てくれた。男で一つで私を育ててくれた父に今は感謝しかない。私が就職してからはほっと胸をなで下ろした父は、京子、お父さん少しゆっくりさせてもらっていいかなと、大手企業の営業の仕事を退職し、派遣会社を通して清掃業の仕事を始めた。いささか営業の仕事に疲れてしまったが、今の俺はこれでいい。日頃のストレスと体力面を考えた上で父なりに判断したようである。日常の会話など全然問題なく、むしろ落語を聞いているようで面白い父だが、手際の悪さは人一倍だった。いや、お父さん嘘でしょと私がツッコミを入れるくらい、料理、洗濯、掃除は点でダメ。料理は焦がすわ、洗濯物は全然洗えてないわ、掃除したら物を壊すわで、結局私の仕事が増えるのがオチ。そこは実の親だし、笑って過ごしては私が何とかフォローした。すまないな京子、本当俺って取り柄がないよな。話の面白さが取り柄じゃない。大丈夫、ゆっくりしといてよ。面目ない。そんな二人暮らしではあったが、不便さは不思議とないに等しかった。父が何かやろうとしてくれるのは本当にありがたいのだが、十分ここまで育ててくれたし、普段の落語じみた面白い親子の会話があれば私にはそれで十分だった。私には一つのコンプレックスがあった。顔の右頬に縦15センチほどの縫い傷があった。人前ではなかなかさらけ出せず、これを隠そうと人と対面するときは決まって斜めに座って右頬を見せないようにしていた。顔に傷、女性にとっては一番あってはならないもの。傷が目に入った人には、どうしたの？その傷。とよく聞かれたものだったが、いえいえ、どうか気にしないでください。と手で顔を覆わざるを得なかった。醜いのだろう。お嫁に行くのはちょっと無理かな。このこともあって、男性ともお付き合いしたこともない私は、結婚の2文字は諦めていた。ある日の週末、職場での私は、今日をクリアすれば明日は休みだということもあって、気持ち高めに仕事を進めていた。終わりだ、やったー、休みだー。京子さんお疲れ様、よく頑張ったね。ありがとうございます。今日は父と外食する約束なんです。今日は久しぶりに父とお寿司を食べに行こうと話をしていた。日頃頑張っているご褒美だ。お寿司のことを考えただけでもお腹の虫が鳴る。退勤のタイムカードを押し、会社のエントランスに向かおうとすると廊下で人の声がする。なんだろう。どうしてくれるんだ。怒鳴り声が館内に響き渡る。私は足早に声がする現場に向かった。申し訳ないです、どうかご勘弁を。これは僕にとっては大事なスーツなんだ。
ありえないよ。あれはうちの社長の御曹司、高畑雄一さんだ。大事なスーツを何かで汚されてしまったらしい。これに巻き込まれるのは嫌だし、この場を離れてそーっと帰ろうかな。私はその場を離れようとした。どうかどうかご勘弁を。必ず大事なスーツをきれいにしてお返ししますから。なんか聞き覚えのある声だな。え、嘘。ちょっとお父さん、なんでお父さんがここにいるの？間違いなく父勝也の声だった。お父さん。私は声を張って呼んだ。あ、京子、なんでうちの会社にいるの？全然気がつかなかった。いや、3ヶ月前から派遣先がここになり、京子に気づかれないよう働いていたんだ。どうやら父は私に気を使い、まさか娘が働く会社の清掃員の仕事を任せられたとはずっと秘密にして、私に気づかれないように働いていたようだ。そして手際の悪さは人一倍の父だ。廊下を歩いていた社長の御曹司に清掃用バケツの水を何かの弾みで大事なスーツの左半分にぶっかけてしまったらしい。私からも謝ります。どうかどうか雄一さん、お許しください。必ずクリーニングに出してすぐにお返しするようにします。いや、または同じものを購入し弁償させていただきます。京子、この方は高畑社長のご霊息なの。大変申し訳ございません。ご霊息？いや京子、何を言ってるんだ。京子は何もしてないじゃないか。いや、もういいですから。先ほどの怒鳴り声とは打って変わって、クールで声が小さいいつもの御曹司の声に変わった。本当に本当に申し訳ございません。私は何度も何度も頭を下げた。あの、そのお顔の傷は？私は突然父がその場にいたこと、とにかく謝罪することに夢中になってしまい、顔の傷のことを構うことなく頭を上げ下げしていた。あ、これは。私はハッと平常心に戻り、いつものように手で顔を覆い隠した。私の勲章です。どうかお気になさらずに。勲章？私の醜い顔を社長の御曹司にまじまじと見られてしまうとは。とにかく雄一さん、スーツの件は必ず私の方で何とかします。いや、もう大丈夫。あなたのお名前は？営業部の西王子京子です。後日こちらからお詫びを兼ねて必ずお伺いします。そうですか、わかりました。では。クールで声が小さい御曹司だが、何を言っているのかだけは分かった。言葉数が少ないためどういうふうに思っているのかは分からないが、大切なスーツを清掃用の水で汚されて怒らない人なんてまずいない。私と父は姿が見えなくなるまで深々と頭を下げていた。もうお父さん、なんでここにいるの？社長の御曹司に掃除した水をぶっかけるなんて、どうやったらそんなことできんのよ。足が滑ってしまって、まさかそこに人がいるとは思ってなかったんだ。もう最低。今日の外食はなし。楽しみにしてたけど、もう全然行く気にもならないわ。すまない京子。私先に帰る。勝手にして。せっかくの週末、土曜日、日曜日と休みだったが、私は同居している父と一言も話す気が起こらなかった。父も父だ。派遣先がうちの会社に決まったのなら、私に一言言ってくれればよかったのに。変なところに気を使いすぎなのだ。イライラが止まらない。頭の中がパニック状態。しかも相手は社長の御曹司。親子して首かな。首だろうな。私は来たる月曜日に向けて社長の御曹司にどう謝罪するべきか考える時間に当てた。とにかく第一に謝罪せねばと、私は朝早くに出勤して会社の地下駐車場で社長が来るのを待ち伏せしていた。うちの社長は誰よりも出勤するのが早いのを知っていたので、直接会って社長とご霊息に時間を作ってもらう以外方法はなかった。現場に張り込んで20分、シャッターが開く音が聞こえた。社長の白い高級車が入ってきた。
駐車場に止めるや、私は急いで社長のもとに行き、深々と頭を下げてこう言った。高畑社長、おはようございます。あら、西王子京子さん、早いわね。どうしたの？今日少々お時間をいただけないでしょうか？そうね、お昼なら大丈夫だわ。仕事で何かあったの？高畑社長は女社長、一代で T 社を大企業まで成長させた凄腕のお方。ご隷属とは性格が全くと言っていいほど真逆で、明るく気さくで、全社員の名前を全てフルネームで覚えるほどの人だった。私の名字は覚えにくいので、みんなして京子さん京子さんと呼ぶが、高畑社長は決まって私のことを西王子京子さんと呼んでくれる貴重な方だ。仕事といえば仕事ではないんですが、雄一さんから何も聞いてませんか？雄一？特に何も聞いてはいないわ。お昼に雄一さんも一緒にいていただけるとありがたいのですが、謝りたいことがたくさんあるんです。雄一と私と一緒に？私たち何か謝られるようなことをしたのかしら？お忙しいとは思いますが、お昼休みに社長室に私の方からお伺いしたいです。何があったのか知らないけど。了解、開けておくわ。ありがとうございます。ではお昼に。失礼します。これで社長とご隷属とのアポは取れた。朝早く出社した甲斐があった。第一関門突破というところか。いや、誠心誠意謝るにはごくごく当たり前のことだ。お昼休みが刻一刻と迫ってくると同時に心拍数がどんどん上がっているのがわかる。こんなに緊張するなんて、私の人生でベスト3に入るのではないだろうか。京子さん、どうしたの？すごい汗かいてるよ。同僚が心配してくれる。いや、ちょっとこれから会う人に緊張しちゃって。お客さん、過度な緊張は禁物だよ。外の空気吸ってきたら？ありがとうございます。ではちょっと行ってきますね。私は会社の屋上に行った。外は雲一つなくパーッと晴れているのに、私の心の中はまるで今にも雨が降りそうな曇りだ。ベンチに座り、ゆっくりと深呼吸した。水筒の水を口に含んだ。5分ほどして私は自分のデスクに戻った。ちょっとはリラックスできた？はい、おかげさまで。さあ、それはよかった。頑張ってね。頑張ってねか、謝罪を頑張るのか。私はあまり考えすぎるのは予想なるようにしかならないから。ついにアポを取った12時となった。私は足早にエレベーターを使って社長室に向かった。ドアをノックする。西王子です、失礼します。と中に入るや、デスクの後ろに高畑社長とそのご子息雄一さん、そしてもう一人の深々と頭を下げている人が。え、お父さん？清掃員姿の父勝也が涙ながらに頭を下げていたのだ。西王子勝也さん、頭を上げてくださいと高畑社長。この方は派遣の人まで名前をフルネームで覚えてしまうのか。あら、西王子京子さん、ちょうどよかった。あなたが謝罪したいというのはお父さんがおっしゃってたことね。え、あ、そうなんです。私からも謝罪したくて。その、ありがとうね。え？今回のことで一つ明らかになったわ。目をキョトンとした私は、気がつけば親子二人で同じソファーに座っていた。謝罪に来たのにお礼をされるってどういうこと？高畑社長のご子息はこう言った。私の母の名前はご存知ですか？はい、高畑京子さん。私と同じ京子でも漢字では響くこと書くはずです。私は京都の京にこと書きます。その通り。京子さん、先日勲章と言いましたよね。その顔の傷はいつ負ったものですか？顔の傷、あ、これは私が中学2年の時に一人の少年を暴走する車から救って。
なるほど。暴走する車がその少年の方に突っ込んできて、それで私は助けようと少年に飛びかかって、その反動で近くにあった有刺鉄線に顔が当たってしまい、深い傷となってしまいました。顔の傷の話をしたのは高畑社長と雄一さんが初めてかもしれない。父にはそれとなく話してはいたが、具体性が増すにつれてなお涙が溢れんばかりだった。暴走する車は何もなかったようにその場を去った。少年を引いて大怪我させようとしたのに、正義感が勝った当時中学2年生だった私は、大丈夫？怖かったね。もう心配ないよ。お姉ちゃん、顔から血が。え？あら、ほんとだ。ちょっと病院に行ってこようかな。ありがとう。いいの。これ、勲章になったかもね。勲章？あ、お姉ちゃん、お名前は？西王子京子。覚えにくいから忘れてくれていいよ。さて、病院行かないと。やばいやばい。私は走って近くの病院に駆け込んだ。幸い有刺鉄線は目には当たらなかったが、これが目に入っていたら失明していただろうと医者は言う。20針を縫う、ずっと残る傷となったのだ。高畑社長と雄一さんにそんな過去のことを淡々と話した。あまり思い出したくもないが謝罪の場。聞かれたからには仕方ない。その当時僕は小学5年生で、名前を京子だけしか覚えきれなかったんです。と雄一さん。え？母と同名だったからそこだけは覚えてはいたものの、難しい西王子という姓は当時の僕には覚えるのが困難でした。あの時の少年が雄一だったの。京子さん、京子さんってね、ずっと探してたわ。あなたは命の恩人なの。と高畑社長。私が命の恩人？お顔の傷、話したくはなかったかもしれないけど、これで完全に一致したわ。中学2年の時の勇気ある行動は今日の朝の行動にも現れてたってことね。いや、それはご自身でその場で負った傷を勲章と強気で言える姿にも、僕はすごいお姉ちゃんだと尊敬したものです。勲章なんて言葉、落語じみた父の言葉が影響されて、ついそういう風に。とても立派なことだと思います。私は恥ずかしくなって顔をあからめてしまい、どうしたらいいのか父の顔を見るが、父は涙ながらに、うん、うんとうなずくばかりで、もう何が何だかわけがわからなくなっていた。西王子京子さん、私がね、人をフルネームで覚えるようになったのは、そのことがあってからなの。雄一が名字を覚えきれなかったから、お礼をしたくても、探しきれずに今日まで至った。時間は随分かかったけど、今、こうやって実を結んだわ。本当にありがとうね。あとね、高畑京子社長は続ける。お父さんの西王子勝也さん、派遣先がうちになってて、契約が3ヶ月となっているんだけど、契約期間が終わったら、うちで直で契約し、働いてもらうわ。もちろん正社員としてね。新しく清掃の部署を立ち上げて、そこの長になってもらうの。そうなの？お父さん。私が来る前に、その話はまとまっていたらしい。派遣の人間とはいえ、高畑社長には、父の仕事に対する評価は耳に入っており、気さくで面白い、一緒に仕事をやっていて楽しいと、清掃員の中でもダントツの人気者だったようだ。過去にバリバリの営業マンだったから、そういう結果になったのか、日頃の会話が落語じみてて面白いのか、定かではない。もう昼休み終わる頃ね。西王子京子さん、何か言うことはあるかしら。あの、最後に雄一さんに。僕に。クリーニング代、もしくは、大事なスーツ代を弁償させてください。もういいって前に言ったじゃないですか。確かに大事とは言いましたが、特に思い入れもないですしね。そんな、雄一さん。では、その話は終わりね。雄一から何かある？西王子京子さん。はい。僕に、
営業の仕事を一から教えてくれませんか。僕の上司として。思わぬ言葉に私は驚きを隠せずにいた。高畑社長のご霊息雄一さんは性格上人と接するのは苦手だった。社長の息子というだけで変にコンプレックスを感じ、社内のいろんな部署を転々としたが、声が小さくクール。社長の息子というだけで多少のミスも多めに見られて、正当な評価を受けてはいなかった。社長の息子だから仕方ないと陰口を叩かれるのも分かっていた。そんな自分の最も嫌なところを直すべく、殻を破りたく営業部の私に直談判してきたのだ。これは雄一さんがずっと苦しみ悩み続けた結果であったという。私に勤まるのでしょうか。西王子京子さん、社長である私からもどうかお願いします。高畑社長と雄一さんは今度は私たち親子に向かって深々と頭を下げた。それから一週間後、雄一さんは営業部にて私の直属の部下として働くこととなった。この突然の配属に営業部のみんながびっくりしていた。人生というものはいつ何が起こるかわからない。悲しいこともあれば嬉しいこともあり、怒ることもあれば楽しいこともある。善と思ってやった行動が時として違う形で返ってくる。それは過去に私が取った行動や父が取った職場での行動。恥ずかしい話だが、父は今や名物清掃員の名を欲しいままにし、あの人は話しててすごく面白いと評判だ。おはようございます。お疲れ様です。この挨拶を皮切りに、ここぞとばかりに必ず一言二言を従業員と何かを話すのだ。コミュニケーション力に長けている父には今の清掃員の仕事が天職のようだった。話すことばっかりに没頭しないで掃除もしっかりとやってもらいたいものだが。お父さん、やっぱり面白いですね。あ、雄一さん、ありがとう。喋りだけはね、ピカイチなのよ、あの人。今日だってどっと笑わせてもらいましたよ。また人の大事なスーツに清掃用の水をぶっかけないかとハラハラしてるけど。私は私で3つ年下の雄一さんの上司として精一杯の対応をしている。冷静に雄一さんに足りないものを分析して、私が教育していくなど本当に会社にとって本人にとっていいことなのか不思議でしょうがない。でもとても素直で成長していく雄一さんを見るのはまるで出来の悪い弟の成長を見ているようで楽しい。京子さん、これはどうしたらいいですか。京子さん、これは僕に任せてください。クールで口数が少なかった雄一さんがだんだんと積極的になり、コミュニケーション能力がますます高くなって、営業部のみんなの見る目が変わっていった。最近では父からユーモアセンスまで教わっているというのだから、これは雄一さんの最も破りたかった殻をなんとか破れた結果だろう。命の恩人である私が雄一さんにどう映っているかわからないが、私から教わりたいという本人の強い気持ちは雄一さんを大きく成長させる起爆剤でもあったようだ。これで会社のためになるのなら、一代で築き上げた高畑京子社長が代を譲るときに、一人息子である雄一さんがいい新社長になってくれるのであれば、私が教えていることはきっかけに過ぎないが、とても嬉しいことだ。それから3年の月日が経った。さすがは高畑社長のご子息。もともとの地頭はとても良く、飲み込みも早ければ結果を出すのも人一倍早く、営業部長のポストに就いた。今度は私が使われる立場となった。これは社長の息子だからということではなく、満場一致でみんなが納得した上での就任だった。雄一さん、さすがだな。やっぱりすごいわ。私も私のペースで頑張ろう。ポストを自分で勝ち取った姿がとてもかっこよく、嬉しくて涙が出た。私が教える姿をずっと見ていた高畑社長は、私に一つのポストを用意してくださっていた。西王子京子さん、あなたの教育熱心さは素晴らしいものがあるわ。これからは人事部でしっかりと働いてもらいます。人事部長としてね、人をしっかり育ててほしいの。私は8年間働いていた営業部を離れ、新しい部署で働くこととなった。
人によくしてもらって人間的にも成長させてもらった。そして雄一さんがいる営業部を涙にじませながら去り、今日から私は人事部に。人事部に配属されてから3週間が過ぎた。会社のエントランスに行くと元気に清掃している父がいた。おう京子、いや人事部長、お疲れ様です。ちょっとお父さん、おう京子はやめてよ。申し訳ない。それより営業部長からこんな手紙を預かりましたぞ。営業部長？雄一さんから？私はその手紙を持って会社の屋上に急いだ。手紙の内容は何だろう。出来の悪かった弟からの手紙。心が躍る。手紙の内容は至ってシンプルだった。西王子京子さん、僕と交際してくださいと。何かとお騒がせする変な父ではあるが、結果としてキューピッド役になったのも父であった。私と雄一さんは交際をスタートさせた。顔の傷もあって男性とお付き合いしたこともなく、結婚を諦めていた私にとって社内恋愛なんて全く想像もしていなかった。雄一さんは顔の傷もひっくるめて全てが好きだと言ってくれた。まるで夢のようだ。雨降って地固まるという言葉があるけど、今回は清掃の水ぶっかけて地固まるの方がしっくりくるのでは。まったく父らしいオチだ。交際から2年の月日が経ち、私と雄一さんは婚姻届に印を押した。私はこの日から晴れて3つ年上の姉さん女房となった。女32歳の最高に幸せの時だった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。